森ひな日記、9月6日火曜日、お天気は雨。皆さん、知ってる方も結構いらっしゃると思うんですけど、私お風呂時間、お風呂が好きなんですよ。で、結構お風呂グッズを充実させたいなと思って、今日は私が欲しいお風呂グッズ3選紹介したいと思います。まずその1、浴槽の蓋です。いや、浴槽の蓋ってね、みんなあるやろって思うんですけど、でも私のうちまだ浴槽の蓋がなくて、でもまだね、ちょっと夏が終わりかけぐらいの時期だからまだ大丈夫なんですけど、これから冬になってくるともう冷たくなっちゃうと嫌だなと思って、浴槽の蓋が欲しいんです。で、2つ目、シャワーヘッドですね。ほら、今なんかあるじゃないですか、結構粒子が細かいのとか、肌に優しいとか、そういうのが欲しくて、で、この間ね、温泉に行った時、銭湯かに行った時にそれがあったんですよ、試せるのが。それすごい良くて、本当肌にさーって砂がかかってくるみたいな、ね、感じで、すごいサラサラだったんで、それが欲しいんです。で、3つ目はスマホスタンドですね。壁に、お風呂の壁にかけるようなスマホスタンドがあるって最近ネットで見て、それもしかも360度回るみたいで、結構自由自在になるみたいなんですよ。でも聞いてください皆さん、私ね、お風呂グッズ一つね、一個ねあるのがあって、よくちっちゃい子が遊ぶおもちゃあるじゃないですか、ひよこさんが浮くとか、そういうので射的があるんですよ。そうで、射的って言っても銃の形をした水鉄砲みたいな、本当にちっちゃい、もう3センチぐらいなんですけど、それに水をためて、的当てですね、射的じゃない。で、それの当てるもの、ちょっとした旗みたいなやつが4個ぐらいあって、それをシュ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 ってやってやりながら遊んでるんですけど、何歳だよっていうねお話なんです。そんな21歳の森ひなみはちょっとお風呂時間を充実させたいんです。そんな9月6日火曜日の森ひな日記でした。 Good night。